CF-18 ホーネット CF-18 ホーネットはカナダ空軍の戦闘機でアメリカ合衆国の海、A-18 の派生型。カナダ軍故障では短座型を CF-188A、複 CF 座型を CF-188B と呼ばれている。1977年カナダ軍の非効率的な状況にカナダ政府は CF-104 スターファイターを交代させる必要があると結論を出した。CF-104 は、NATO の連合戦力に割り当てられており、ノラドには CF-101 ブードゥー CF-116 フリーダムファイターがあった。その後、CF-116 を除き戦闘機を退役させる方針が決定された。それら代替機の取得を目指す計画において、 130機から150機を24億、カナダドルの予算で購入を目指し、カイイマナス -14、ス -15、トーネード、ミラージュ回1が選定の対象となった。また、アメリカの軽量戦闘機に参加していたカイイマナス -16、イ A-18 という必要の F-18L が競争に加わった。カナダ政府は、最小の適合化で導入できる機種を望み、 受注を獲得したメーカーは同等の投資をカナダの産業に提供することを強調した。1978年までに限られた予算で購入の見込みがある回 -16 都会 A-18 の2機種が候補に絞られた。1980年、北極での使用や海上でのパトロールに有利だと考えられた信頼性のある2機のエンジンを持つ回、 A-18 が選定された。短座型98機と複座型40機の計138機が発注され、20機の追加購入が検討された。会 A-18 は CF-188 と呼ばれたが、契約関係の公式な軍の文書以外では CF-18 ホーネットと呼ばれる。CF-18 ホーネットの会。 A-18 との外見上の際は夜間識別用に装備された60万カンデラのライトである。M61 バルカンの装填ドアに装備されたこのライトは取り外しも可能である。その他の特徴として機種の仮面に偽のキャノピーが描かれている。これは空戦時に敵型の方向感覚を狂わせることを目的としている。機体の構成は強固な硬着装置。 アレスティングフック、折りたたみ式の主翼など、航空母艦での運用に適した回 A-18 と共通点が多い。これらの装備は、北極に点在する小規模な飛行場で CF-18 ホーネットを運用する際に効果を発揮される。CF-18 デモンストレーションチーム1982年10月25日に2機がアルバータ州のコールドレーク基地の 第410飛行隊に引き渡された。続いて、西ドイツの第409飛行隊、第439飛行隊、第421飛行隊。コールドレーク基地の第410基地転換部隊、第416飛行隊、第441飛行隊。サグネノバゴットビル基地の第425飛行隊、第433飛行隊へ配備された。 しかし、初期不良と構造疲労により、これらの配備が遅延した。問題が解決すると、ナト o やノラドでの任務に投入された。カナダ空軍では、極技飛行隊として、CF-18 デモンストレーションチームを編成し、北米の航空祭に出張させている。極技用の改造はされていないが、塗装が毎年、異なるのが特徴である。アビアーの基地から離陸する。 CF-18 ホーネット1991年湾岸戦争にカナダも参戦し多国籍軍として26機がフリクション作戦に参加した。湾岸戦争の間西ドイツに駐留していた CF-18 ホーネットはカタールのドーハに拠点を移した。カナダのパイロットは5700時間以上の飛行時間を経験した。 特に半分近くを占めたのは空中戦闘紹介任務であった。湾岸戦争初期、多国籍軍の対地攻撃を支援するため、敵戦闘機相当と護衛が任務となった。しかし、2月後半の地上侵入の間には爆撃任務にもついた。湾岸戦争時に精密誘導爆弾を装備、できなかったが、500ポンド通常爆弾で、イラクの砲兵陣地、 補給物資集積場を攻撃し、前線から離れた戦地の支援に当たった。旧ユーゴスラビアでの相次ぐ紛争に CF-18 ホーネットは2回派遣された。最初はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で超停役に回った NATO の一員としてパトロールにつき1997年8月から3ヶ月の期間であった。次は、 コソボ紛争で1998年6月から2000年12月まで18機がイタリアのアビアーノに配備された。コソボ紛争において CF-18 ホーネットの機数は少なかったが空中戦闘紹介と対地攻撃の双方を行い、NATO 出撃回数の割合では10%になった。戦闘の出撃回数は678。 迎撃の出撃回数は120を数え、爆撃は558回、2577時間に達した。地対空ミサイル陣地、空軍基地、橋、燃料保管所といった、達したような目標を攻撃し、精密誘導爆弾397発と、通常爆弾171発を投下した。カナダは、海マイナス35を調達し、 CF-18 を代替する予定であったが、2015年9月20日、カナダ自由党、ジャスティン・トルドーは、首相に選出されれば、会 -35 の調達計画をキャンセルし、老朽化した CF-18 を、低コストの代替品に置き換えると発表。その後トルドーは2015年11月22日に、首相就任を宣言した。 2016年11月22日に政府は新しいジェット機が適切に機能するまでストップギャップ対策として18機のボーイングスーパーアホーネット戦闘機を購入すると発表した。2017年9月12日までにアメリカ国務省は E 型10機、F 型8機を輸出する方針をアメリカ議会に通告した。しかしその後カナダ政府は ボーイングとボンバルディアの貿易摩擦を受け、2017年12月12日、購入計画を撤回し代わりに、オーストラリアから、中古の回、A-18A、B 型を購入する方針を発表した。CF-18A 単座戦闘攻撃機。CF-18B 複座訓練機。リンパック2006にて、ハワイ沖を飛行する。CF-18 ホーネット出展。 CF-18 スプシファクションズ諸言。性能武装詳細は、会、A-18 に関連する作品の一覧を、参照ツアーズ、A ニューディフェンスポリシー i カナダハットリベラルズ 2x18 ボーインクスーパーフォーネッツファイタージェッツ2フィルケーパビリティギャップガバメントオブカナダ会、A-18 会、e、 スーパー・ホーネッツ・エアクラフト・ウィズ・サポート・ザ・オフィシャル・ホーム・オブ・ザ・ディフェンス・セキュリティ・コーペレーション・エージェンシー・ハット・ベート通称摩擦のカナダ・ボーイングからの F-18 購入を撤回。CNN-2018 年10月8日閲覧。CF-18 テクニカル・スプシファクションズ・カナダ・ SR フォース・リリーブド・6フェブラリー2008ありがとうございます。